布団が吹っ飛んだ。受け取る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 。本年の目標は、あ、間違えた本年の目標は一つ目、M ステに出る。二つ目、紅白に出る。三つ目、チャンネル登録者数200万人に行く。四つ目、終わり。ありがとう、拍手ありがとう。ハードル高すぎない？え、ハードル高いかな。あ、まだある。四つ目、ドラマもしくはアニメとのタイアップもぎ取る。イエーイ。これラジオでさ、私さ、去年の抱負はソロライブする、アルバム出す、チャンネル登録者数100万人突破するみたいな、そういうことを並べてたわけよ。でラジオで、でもさ、実はこれさ、もう全部さ決まってたんだよねみたいなさことを言ったせいでさ、なんか今ほら、今抱負としてさ、 M ステ出る、紅白出る、あとなんやドラマのタイアップがどうのみたいな話してるやん。これのうちのどれかもう決まっとるんやろなみたいなさ気持ちでいる人がもしいたら、全く決まっていませんよ。全く決まっていませんよ。全くですよ、本当に。また決まってないですよ。もうこっからどう頑張っていくかよ。いやでもさ、そのドラマとかアニメのタイアップってなんか割と1年半前とかに決まってたりするもんっぽくて、どうやら。だからさ、今年もし決まったとしても実現するのは来年とかかもしれねえわね、なんかそれがね、言えないのがね、すごい。でもさ、スイちゃんさ、最近外仕事が多いじゃん。なんか外部のさ、お仕事が多いから、なんか言えねえことがさ、たくさんあってさ、それがさ、もう早く早く言いたいっていつもなってる。これで達成したらすごいね。達成したいね。アニメ主題歌とか実現したらすごそう。実現させてよ、実現させてよ。なぜか笑ってはいけないの方に出てしまう、星間ちゃん。え、いいよ、笑ってはいけない。でもおい、浜田、浜田頼む、出して。浜田と松本、スイちゃんのことを出して。浜田と松本に決定権はないかもしれないけど、浜田と松本出してくれー、スイちゃんを。笑ってはいけない、出たーい。でもね、スイちゃんが一番笑ってしまうもん、笑ってはいけないわ。